はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。本日なんですが、皆さんにちょっと注意喚起をですね、しておかなければならないことがありましてですね、飛剣竜ミラジェイドさん、これ今現在効果がですね、実はバグり散らかしているという、話がございましてですね、ぜひね、ランクマとかを遊んでいるお友達が使うミラジェイド、または自分が使うミラジェイド の効果、ぜひね、ちょっと注意していただきたい。まあ、注意しようがないんだけど。2番目、自分が相手団に一度、あればその楽園を融合されて、それ融合モンスター一体をエクサドキからおもちゃを送って、発動することができるか効果。で、フィールドモンスター一体を選んで除外するっていう効果ですね。これが、今ね、エンドフェーズに、例えば、その、エンペンとかいる場合、フィールド上に、なんかエンペンってフィールド上に攻撃表示の特殊化されたモンスターは、効果発動ができないよっていう一応効果あるんですよ。これ攻撃表示モンスター効果発動できないっていう。これが、フワンダリーズエンペンがいてもね、ミラージェイドの効果ね、なんとね、発動できるっていう。やばいことが起きております。これね、この効果発動、する効果じゃなくて、なんか効果をね、適用する効果になってるらしいんですよね、どうやらね。まあ、要するにバグってことなんですけども、発動できない系の効果を貫通して発動してきます。最近やったね、岩戸とかもそうだね。アマの岩戸とか、このモンスター、これとかも発動することは基本的にはできないはずなんですよ。だけど、なんかミラジェイドがスピリットモンスターになって、効果を発動してきます。はい。とか、あと、大捕物ね、環境で言うと、たまに入ったりするんだけど、この大捕物っていうカードで、相手の、まあ、モンスターをパクると、そのパクったモンスター効果発動できないっていう効果あるんだけど、これが、ミラジェイドは、発動できない効果のはずが、これなんか、貫通して発動してきます。はい。なんかその、まあ、おそらくね、これ、コナミさんがね、ミラージェイドを売りたいっていう気持ちがあってね、まあ、おそらくこういう仕様になってるのかもしれないんで、ちょっと、なんとも言えないんですけども、ちょっと、ランクマ、今ちょっと、このミラージェイド君最強になっちゃってるんで、まあ、多分、フアンダリーズスカイ、大泣きしてると思うんで、ぜひですね、早急な、対応をお願いしたいっていうこと、コナミにはね、と、あと、使う人はね、ぜひ注意していただきたい、このモンスターは。じゃあ、こういうバグをなんか利用して、なんかね、ランクマするの良くないと思うし、こういうバグを放置しても良くないと思うんで、早急な対応をお願いしたいなというふうに思っている次第です。まあ、どういうことかちょっと軽く説明していきましょう。今回は、エンペンを立ててもらったんですが、なんかエンドフェーズにこのメラジェードの効果発動できないはずなんです、エンペンがいると。でもなんかこの効果貫通して発動して、アレベリオンを送って、フランダリーズエンペン除外できるっていう。意味わかんなくないですか。岩戸の場合も同じような感じで、これはスピットモンスター以外のモンスターが発動できないんですよ。となんかこれ貫通します。はい、これ貫通して、岩戸くんがどっか行くと意味わかんないですね。一緒にミラジェイドくんを大捕物でパクるとするじゃないですか、自分が。で、パクったミラジェイドは、普通大捕物の制約でね、効果が発動できないよっていう一応制約あるんですよ。これ貫通します。はい、もしこれ相手フィールド上にモンスターがいたら、パクった大捕物で、ミラジェイドの効果でその相手のモンスターを除外するっていうなんかありえない動きをします。はい。意味わかんなくないですか。これ意味わかんでしょ。ちなみに効果を無効化するスキルドレインとかだと発動して無効になります。要するに多分処理がね、効果の発動じゃなくて効果の適用とかなんかなってんだろうね。こんな感じでなんか無敵のミラジェイドみたいなやつがちょっと爆誕する時があるので、ぜひね、皆さんもちょっと注意していただきたい。そしてコナミ様にはですね、早急なる対応を。これ新しく追加されたモンスターがバグってるって結構やばいと思うんで、ぜひね、早急なる対応を、お願いできればなというふうに思っております。以上です。皆さんもランクまで当たるミラジェイド、そして自分が使うミラジェイドに注意しましょう。では。